ヤマゲラは、超高キツツキ目キツツキかアオゲラ属に分類される、中型のキツツキである。ユーラシアの旧北区から東洋区にかけて、アカンタ帯から温帯域に広く分布しているが、日本には北海道にのみ生息する。本州以南には同じ、アオゲラ属の近似種として、日本固有の種であるアオゲラが生息し、江戸時代後期には、アオゲラに対して、本種は、 山ゲラのほか青ゲラによく似た。北海道の鳥として、島青、ゲラと称された。中国における表記は、ハイアタマミドリゲラ。またヨーロッパには同じく、ヨーロッパ青ゲラが共に分布する。西ヨーロッパ、スカンディナビア南部から、ロシアのシュベリア南部、オホーツク沿岸、アムール流域、沿海地方、サハリン及び、日本の北海道にかけて、また、ヒマラヤ山脈のネパール。 インド北部から中国、朝鮮半島、台湾、東南アジアのインドシナ半島及びスマトラ島にかけて分布、繁殖する。日本では北海道にアシュ、ヤマゲラ PC ジェスソンシスが流鳥として周年生息し、リシリ島にもトライする。また、シコタン島のほか、青森県、栃木県、新潟県で名鳥として確認されている。そのほか、稀に、 サハリン南部において繁殖する。山ゲラの白生全長26から33センチメートルで赤ゲラより大きく青ゲラやヨーロッパ青ゲラとほぼ同じ大きさ。翼海三38から40センチメートル、体重110から206グラム。体長や体重に死有差はない。歯衣の色は亜種において多様であり、中には赤色を帯びるものもあるが、多くは上面が。 緑色みを帯びており、仮面は単色で、島はなく、腰は黄緑色。顔は灰色で黒い顎線があり、頭頂から後首にかけて灰色、または黒色である。学名のピクスカナスは、開白色のキツツキの意であり、首相名のカナスは、開白色の青ゲラ属の続名ピクスは、キツツキを意味する。全長約29.5センチメートル。背および、 翼上面が、海緑色の羽毛で覆われる。頭部の羽毛は、灰色で、学線として、くちばしの基部から頸部にかけて、髭のような黒い筋模様が入り、また目先も黒い。腰及び上尾つは、黄緑色で、尾は、肺褐色。中央尾葉には、黒色の横半がある。ほぼ私有動色であるが、オスは、前頭部の羽毛が赤い。メスは、 赤色がなく、代わりに黒立て藩が細かく認められるが、頭部は全体的に灰色である。北海道に生息する緑色のキツツキは本種のみであり、別種青ゲラに似るが北海道には生息せず、また本種はやや緑色味のある灰色の腹部に黒い横藩がない。ただし幼鳥は腹部に黒い横藩が見られる。その他青ゲラと違い、学生には赤色が入らず、 メスの頭部には赤色がない。交際は暗赤色であり、くちばしは先端が黒色で、上くちばしは黒海色、下くちばしの基部3分の2に黄色の部分がある。足は開黒色。初列カザキリは黒褐色で白色のブチが見られ、それ以外の翼は上面は海力褐色である。 翌朝13.6から15.0センチメートル、尾長8.7から11.0センチメートル、くちばし盆長3.0から3.9センチメートル、足裏長2.5から2.8センチメートル、元アシュピクスカナスカナス層のヒナに給仕する親鳥、北海道森林や林地に生息し、時に開けた場所や公園、庭園、果樹園などでも見られる。日本では、 北海道の平地から山地にかけて、落葉紅葉樹林や、新興根公林、新葉樹林に生息し、あまり移動しないが、時には、海岸の林地のほか、時に、市街地でも見られる。形態と同様に習性も青ゲラに見る。群れは形成せず、単独もしくは番で生活し、批判食器には単独でいる場合が多い。鳴き声は、きょッキッと聞こえ、巣内にいるヒナも、 キョッキョッとよく連続して鳴く。オスは繁殖期にぴょ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 、またはキョウ、キョウ、キョウ、キョウと聞こえる噛んだかくて長い声の後に短く尻下がりの声が続く。青ゲラに似た口笛のような澄んだ声だが、青ゲラと違って鳴き声に不死がある。また、ギッとも鳴き、警戒や威嚇として素材及び周辺で、キョッキョッ。 と、やや濁る声で泣くこともある。また、飛翔するときによく、ケレケレケレ、と泣くことがある。ドラミングの音は、赤ゲラなどと同様である。木を叩く回数は、毎秒約14から15回で、比較的少ないと言われる。ヤマゲラのことを、アイヌ語では、コロルセなどと称した。ピクスカナス植生は雑食で、主に昆虫類及びその幼虫を採示するが、クモのほか 果実、うるしなどの種子等も食べる。木々を移動しながら、餌を探して採食し、生活は主に木の枝でするが、青ゲラのように地面に降り立って、地中のアリを掘り起こして食べることも多い。玄関機には、時に、カラ類の根群に入り移動しながら採事する。また、クマゲラの後について、餌を取ることもある。枯れた大木及び生きた木の幹に、くちばしで穴を開けた巣に、 日本では5の6月に1回に5から8個の卵を産む。卵は白色でブチなどはなく、その大きさは長径2.75から3.1センチメートル、短径2.1から2.25センチメートルとなる。雌雄とも交代で放卵し、放卵期間は14から15日。孵化した晩世性のヒナは生後24から28日で巣立つ。生後1年ほどで、 生成熟する。ありがとうございます。